戸田市児童センター子供の国戸田市児童センター子供の国は埼玉県戸田市が運営する幼児児童用施設幼児児児童用プール自然観察の森小公園児童館学童クラブからなる施設2012年に老朽化のため閉館したが2015年に建て替えられ新しい施設として再オープンした創立時には と田市社会教育課子供の国がかりの運営であったが、現在の運営者は、社会福祉法人先多摩会。1973年夏、幼児、児童用プールがオープン。1974年5月5日、子供の日に合わせて児童館が開館。その後、自然観察の森、恐竜の模型、児童公園などの整備が行われ、現在に至る。基本的には、 戸田市内の保育園、幼稚園、小学校の学校外教育施設に位置づけられている。9、戸田市子供の国9、戸田市子供の国プラネタリウム施設は、丘のゾーン、森のゾーン、水のゾーン、原っぱのゾーンの4つに分かれている。また、施設利用者は18歳未満に限られている。 最強線戸田公園駅より徒歩10分。または戸田市、コミュニティバス、徒歩、木、沢循環川岸循環1、子供の国バス停下車。施設全体はバリアフリーになっている。ありがとうございます。